2億あります。あいつらを殺してください。どうして僕が安月給の監視課に入ったと思います？怪物なんかより人を殺してる時の方が楽しいんですよ。 D 級ダンジョン緊急招集か。お、水篠くんじゃないか。真淵さん、人は数ヶ月でこんなにも変わるものなのか。あのあどけない少年はどこに行ったんだ。いや、それより切断された足はどうして。目が覚めた時には元に戻ってたんです。君はまだ先が長いから心配していたのだけども、私の腕なら構わない。私のようなハンターがこれまで怪我をしなかったことの方がおかしいだろう。なんたる偶然、あの日のメンバーが集結すると。水篠さん、ずっと探してたんですよ。あ、それは。よー、ハンター同士の恋愛。今日参加する大学服役者の方たちです。今回は監視課の道角もレイドに参加しますのでご安心ください。今回はこのメンバーなのか。それじゃあ行くとするか。監視課の道角大成と申します。あいつらは僕が監視しますのでご安心ください。誰が先頭に立ちます？私が行きましょう。水篠君、私がリーダーをしても構わないか？はい、もちろんです。ありがとう、また機会をくれて。あの日私のせいで11人も亡くなったが、君のおかげで6人が生き残った。全員を守ることができなかった私の責任は大きい。生き残ったハンター6人を代表して言わせてくれ。心から感謝している。それじゃあ行こう。マシマ君も不満はないね。私がリーダーをしても。そこだ、好きにしてください。持ってみよう。そこか。つまらない相手だな。俺の力で突破してやる。経験値が稼げそうだ。これで終わりだ。
僕にお任せを。取ってみよう。急所はそこか。これで終わりだ。つまらない相手だ。普段と同じようにしてくれ。ウォーミングアップでもするか。急所はそこか。僕にお任せ。突撃キル。取ってみよう。お前の攻撃は通じない。負けだ。僕にお任せ。お前の攻撃は通じない。僕にお任せ。突撃キル。つまらない相手だ。いつも素手で戦っていたというのに。言われてみれば確かに変わった。外見だけでなくオーラまで。一方で水木さんはゴブリンにすら怯えるほど心の傷が深いようだ。うん、分かれ道だ。難易度が思ったより低いんで3つに分かれません。そうしましょうか。俺たちは左に行きましょう。ボスはこの先にいる。うん、普通にしていても経験値は上がらない。だからボスを倒したい。今はそんな答え。さっきのあいつの方が気になる。こうしてまたダンジョンでお会いするなんて、なんだか不思議ですね。
そうだな。まさかこのメンバーでまたレイドに入るとは夢にも思わなかったよ。そういえば、あれからダンジョンは初めてなのかい？はい、ダンジョンは。ダンジョンブレイクの招集はあったんですけど。ああ、都心の真ん中で起こったダンジョンブレイクか。はい、そうだったんです。どう見ても押されていたのに、誰かが遠くから鉄拳を投げて魔獣を倒したんです。それは一体誰が？忽然と消えてしまって。妙だな。やるか。これで終わりだ。つまらない相手だ。いつでも行ける。ウォーミングアップでもするか。急所はそこか。僕目の これで終わりだ。つまらない相手だ。さっさと終わらせてやるよ。ウォーミングアップでもするか。お前の攻撃するしない。僕を待って捉えた。取ってみろ。丸見えだ。遅い。急所はそこか。そこだ。帰れ。つまらない相手だ。Thank you.
マムシさん、悲鳴がした方に行きましょう。わーお、早いじゃん。こうなったら作戦変更だ。全員殺すんだけどな、こいつらみたいに。マシマさん、あなた、そろそろハンターやめてくれない？パパ、パパはどうしてハンターなの？パパは他のうちのパパよりも強いの？D 級以上の覚醒者は5000人中に1人しかいない。俺も分かってる。ハンターである前にただ一人の夫であり父親だと。だから俺は死ぬわけにいかねえんだ。どうしてマシマさんにこんなことを。さあ、一種の災害だ。ある日ゲートが開き、魔獣が人を襲う。いいシナリオが浮かんできた。逃亡を企てた囚人どもが、弱いお前たちを先に殺し、僕に背後から襲いかかる。しかし B 級の僕に勝つには、力不足じゃないか。そうしてこのレイドで、僕一人が生き残る。どうだ、完璧だろ。ゴミだな。君に勝てる相手じゃない。私が行く。相手は B 級、 C 級の私に勝ち目はないだろう。ところが暗殺タイプは防御に弱いという欠点がある。魔法を一つでも命中させることができれば可能性はなくもない。水木さん、肉体強化魔法をかけてくれないか。魔法使いにとって肉体強化魔法は逆に疲れさせるだけの不要なバフスキルだが、今の私は剣士だ。魔法系ハンターは暗殺系ハンターを相手にしたところで不利なだけ。剣を握ったのはいい選択だったかもしれない。だけど結局は魔法系だ。剣を握ったところで何の意味がある？どうしてハンターの中に魔剣士がいないのか、少し考えればわかるはずだ。魔法使いごときが暗殺系ハンターの速度についてこれるわけないんだよ。忘れたか、そこら辺の奴らとは。僕はそもそもランクが違うんだ。苦痛なく行かせてやる。これでどうだ。この老いぼれ狐か、死ね。で、またあんたか。何者だ。水篠神、 E 級だ。いつでも行けます。よし、行こう。
僕の番。俺の出番か。よし、行こう。いつでも行けます。EQ？ そんなバカな。あんた、力を隠してるだろ。なんでこんなことをするんだ。怖い顔すんなって。僕にだって事情がある。被害者の親に頭下げられたら断れないだろ。今日のことを誰にも言わないでいてくれるなら、このまま返してやる。でも、その終わりに先輩としていろいろ教えたそうな顔してんじゃん。さあ楽しもうじゃないか。まあ好きにしろ。虫けら大使の巻き添えで死ぬなんて哀れなやつだ。お前もかわいそうなやつだ。ええ、お前も今日ここで死ぬのだ。負けだ。よそりなんて余裕だな。面白いものを見せてやる。隠密、姿、音、匂い、その全てを消す。もちろん僕が隠密を使えるということは誰も知らないがね。これを目の当たりにし生きて帰れた人間はいない。こっちの番だ。経験値に稼げそうだ。つまらない相手だ。奴の影防止なのか。何、なんだと。ハンターとは幾度となく死を見届け、生存を勝ち取る生き物だ。負けた僕が死ぬ。この法則は至極当然のこと。あんた一体。俺も自分の正体が気になって仕方ない。秘密放棄も立ちが悪い。もし戦うたび強くなるハンターだとしたら、俺がどこまで強くなれると予想する？あんたの影帽子は闇と繋がってるよ。その闇の深さだけ強くなれるだろう。確かに前とは比べ物にならないほど強くなった。だがどういうわけか。ありがとうございました。君がいなかったら私たちは死んでたよ。先に行っててください。俺はダンジョンを封鎖してから行きます。まさか一人でボスを。無事に戻ってきてくださいね。スキルを吸収できるだと。